皆さんこんにちは、ラバーダックです。レディオアノット、続きをやっていきたいと思います。ということで、今回もシングルプレイヤーですね。OK。 じゃあちょっと今回装備を考えたいなと思っているんですが、ですね、顔にこれゴーグルを今つけてるんですが、これだと閃光手榴弾の閃光を軽減させる、直接見ても特に幻惑を起こさないみたいな、そういう状態になるみたいですね。で、他の子たちはどうしようかな。一応そうだな、顔、今暗視ゴーグルこれついてるんですが、みんな暗視ゴーグル必要なのかちょっとわかんない。これにしようか。 OK。 で、ちょっと2つ装備しまして、今回の、ミッションに向かいたいと思います。作戦本部で今回はですね、前回このなんか倉庫みたいなところ、ここか、倉庫みたいなところだったんで、今回はここにしようかなと思います。ちょっと街外れですね。まだまだ簡単なステージっぽいので、こっち向かいたいと思います。今なんて言ったんだ。はい、ということで、ユーズカーディーラーショップ、中古車販売店かということだね。バイチープ、バイトワイス、安く買い、また再び買おう、なんかの慣用句なのかな。アメリカの文化をあまりね、深く理解していない私としてはちょっとわかんないですが、うん。はい、ということでスタートですね。中古車販売店なんで結構車がたくさんという感じですね。暗いな。暗視ゴーグルの方が良かったかもしれないな。よし。この辺りは敵は出てこないはずだけど。みんな揃って。あ、お、危ない。で、いつも通りきちんとシールドは持ってる人はシールドにしてもらうかな。よし、OK、行こう。なんかすごい光ってる、向こうが。すごいね、かなり広いんじゃないこれ。大丈夫かな。大丈夫だよね。ちょっと気をつけながら行こうか。おお、何にも見えない。ゾンビとか出てきそうだな。これはよく、なんかアメリカのホームレスであるよね、こうやってドラム缶を燃やしてなんかいろいろ入ってるやつで、ドアだ。ドアも、おお、真っ暗、何にも見えない、見えないな。暗視ゴーグルにすればよかったかな。よし。お、1名確認。これ撃っちゃって問題ないから、何覗き込んでんだよ。1名だけかな。ちょっと足元確認して、霧が濃いからね。どうしよう、これは。これはあんまり近くいないから、どうしよう。どっちにしようかな。じゃあ、ショットガンで蹴破って、閃光手榴弾で行こうか。ブリーチング、そしてショットガン、そして閃光手榴弾。オッケー、行け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 。行け。どこだ、どこにいる、確認して。あの男一人どこ行った。いやー、怖いな。普通にホラーゲームより全然怖いよこれ。男いたんじゃないの、男いたんじゃないの。真っ暗で何も見えないよ。進め進め。嘘だ、マジか。あ、向こうから来た。
来たか。いた。誰かいた。ちょっと待て。ついてこい。やばいなこれ。行け行け、展開しろ。四角が本当に多い。これは、あ、君か。ドア開けて普通に撃ってくんだなこれ。で、あの一人はどこ行った。そっか。ちょっと待って。マジで怖い。ちょっと他の警官たちのアイコンもそんな大きくないからね。犯人と見間違う感じだ。あー、こいつ柵のところあんま行っちゃダメだね。多分撃たれるなこれだと。一応クリアかな。向こうに移動してたりしないかな。よし、一応レポート。どこだ。おっ、そこか。待て、そっちに移動したってこと？あ？これほんと混乱だな。これ君はずっと死んでるもん。あ、ここになんか今家具映った。そこが？うわこれは？ここはいないね。いないね。じゃ、発砲が本当に、もう現実世界でもこうやって囲まれた場所だとどっから撃ってきてるか音で判断しようがなさそうだよね。よし、先進んで。あ、そこか。やっぱりよし、ほんとに ターゲットがわかんない。ほんとどこが安全だか。安全な場所なんてないのかな。中古車だけあって若干古そうな感じだね。これがちょっとわかんないけど、これとかフォードエクスプローラーとかそんな感じだよね。あ、これもワーゲンだもんね。古いやつでなんかこういう形の見にくい車ランキングに入ってた、そんな感じがする。来てくれ。ここ入れそうだよ。オープンしてんのね。ちょっと下覗けるかな。覗けるね。あー、すごい売ってる。あ、そこに1名銃持ってんのかな。行き通ってる感じだけど、トラップ確認。あー、ここにもいる。でもこれは人質っぽいな。人質っぽいが、ここで先行手榴弾を投げ込んだらこの人質は幻惑するけど、向こうまでってねえ、超えるというか反応しないよね。一応この人質が逃げないように、ブリーチで、キックで行くか、キックで開けてオープンしてるか、キックで行って先行手榴弾だね。開かない。
待った、こっちから来てる、待て、撃ったぞ。死んだ？あ、ダウンだ。ああ、ちょっと、そっちはそっちで処理できるか？やばいな、どっからでも、いや。いやー、何これもう、ほんと混乱だな。気づいてよかった。ここにいた人は？あ、大丈夫だね。OK。じっとしていてください。すごいな、タトゥー入れても、普通に、こういうところで働けんだね。あと1名いたはずだな。あ、いたいたいた。ちょっと待て。彼はね、ちょっと離れてるし、向こうドアあるな。ドア来るかもしんない。一応、逮捕して。頼む。シビリアンだね。すごいね、これ。何これ、フェラーリ F40 とかそんな感じの元のデザイン。これ何、ブルーバードかなんか。これなんかドアの表示出たね、気のせいか。で、入り口としてはこっちもあるが、こっちは向こう側だよね多分。確認しよう。違う、よっしゃがんで、そうだね、向こう側、ケミカルライトが見えるもんね。あー怖い。ん？そこにも、あれ？ドア開いてたか？ちょっと待った。君はなんだ？君は、ちょっと、彼を逮捕してくれ。大丈夫か？ああ、これは犯人か。抵抗はしなかったんだな。怖いな、ドアが開いてるっていうのは。なんだこのホラーゲームと、ね、FPS 掛け合わせたみたいな。よいしょ、いくか。よし、中を確認。会議室かな。すごい、これさ、架空の車をこう、いちいち、あれだね、描くんだろうね。で、これ罠かな？違うかな、この白いの。ちょっとわかんないや。若干開けよう。あ、ごめん。間違った。これ、始末書もんだな。よし。ちょっと待って。これしか開かないのか。多分そしたら。で、確認して。大丈夫だよね。誰も隠れてたりしないよね。なんか、ちょくちょくね、アップデート来てるから、もしかしたらこういう罠とかさ、どんどんアップデートで追加されてるかもしんない。車だ。日産車っぽいし、スズキっぽいし、これはなんか、ベンツを無理やり顔曲げたみたいな。コピー機、ちっちゃなコピー機だな。ファックスかな？よし、ちょっとこっち行こう。ドア普通に開けてくんだね、みんな。なんか広いスペースにまたこう、ドアが半開きになってる。何の部屋だろう。で、多分ここ今開いてるドアここなのかなと思うんだけど、特に何もないもんね。
よし、消臭かけよう。で、再び、ちょっと待って。盾はきちんと盾持っといてね。危ないから。中入って。仮面ね、近づきすぎると、こう銃をこう畳んじゃうから、ちょっと離れてないといけないのか、ちょっと難しいね。遠近感がわからない。そんな感じ。大丈夫か？これなんだ？なんか部屋がたくさんあるな。なんかね、突然こう走ってね、来る人もいるんだよね。だからそれが怖い。よいしょ。特に異常はなさそうだ。ちょっとこっち来て。あ、びっくりした。手前に居すぎ。これトラップじゃないのかな。このなんかただの掛け金か、掛け金というかカス貝。よいしょ。いるなぁ。ああやってドアでさ、ドアでこうガードされると困るんだな。犯人かな。犯人っぽいよね。あんまりこう怯えてる様子もないし、犯人っぽい気がしますよ皆さん。と、いや待った、ちょっと待って、ちょっと待て。こういうところのこうトラップをね、当たり前のように仕掛ける可能性あるからね。よし、大丈夫そうだ。これは普通に開けてクリアした方がいいな。やば、2名もいたが。ちょっと、よし、これで撃つか。銃を捨てようとしなかったからね。うっそな。マジか。それはひどい。F だよな、わかりますよ、わかりますよ。ただ今のはほんとね、横から出てくるのは怖い。こういう時先行手榴弾投げ込むべきなのかなね。はい、ということで一旦この辺にしたいと思います。どうにかね、次リベンジで、その先まで行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。ラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。